見える開花メルマがこんにちは一般社団法人開花 GP の村松大輔です今日ですね4月6日ようやく開花のところにこちらが届きました山幕出版さんから第2弾ですね時間と空間を操る量子力学的習慣術とで現実願望達成願望実現の真実というところですねこの量子力学量子論に基づいたところというところですね出させていただきましたで え目次の方もですね、非常に私も興奮しておりまして、ワクワクしておりましてですね、この15分で分かる量子力学と、ミクロに見てるとどうなってるのかなというところですね、全てはゼロポイントフィールドから生まれているとかですね、鬼滅の刃の全周値をほとんどで説明するととかですね、他にもこのゼロポイントフィールドとつながる方法とか、振動数を上げると、 思いが実現するとかですね、この時間の流れを加速させて成果を上げる習慣ということで、何こう勉強においても、自分のお仕事においても、時間をどん,どんどんどんずらせるというところですね。例えば、図で言うと結構図を使わせてもらってですね、この4章のところですね。まあ、脳にとっては時間っていうのは、時間が決まっていなくて、で、どんだけこう認識したかが、その人の その人にとって流れる時間とかですね、あと自分にとってのこの空間とか時間がこの密度によって全然変わってきます。自分の意識の濃さによって変わってきますよというところですね。で、人で言うと、よいどんな感じかというとですね、ここですね。自分が どんな意識飛ばしてるのかでこの濃くなったり周りが薄くなったりするというところもですねこうふんだんに盛り込んでおりますであなたの体は小さな粒の集合体でしかない素粒子を知ると不確かな世界の秘密が見えてくるとかこの瞬間もあなたから今で今ですよまさに今この瞬間ですねえー、あなたから粒と波が飛んでいるとか量子力学で見る脳のバージョンアップとか、えー、周波数帯を変えると今も未来も過去も変わる 集中力のない人が時間を味方につける。空間が濃くなると物質化が起こし,起こしやすくですね。えー、願いも叶いやすい。なぜか心が落ち着く場所の秘密とはとかですね。この神ってるレベルの力を出すための3つのポイント。誰もが驚くべき言葉がけのパワーテストというところですね。えー、入らせてもらっています。ぜひえですね、えー、来週かな。えー、書店さんにも並ぶと思いますので、えー、ご覧いただければと思います。ちょこっとだけ画面の共有させていただくと。 こちらですね、4月13日発売という形で新年度、本当に新学期にですね、ぜひ読んでもらいたい4月に新しくお仕事を始めるぞと、えー、新しい移動先でどん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 自分を活躍していこうという時に。 物質側を見るのか量子力学側を見るのかで全然この仕事のはかどりとか人間関係とか変わってきます。で、Amazon サイトはこちらになっておりますし、あと本当にこうありがたいことに Amazon で、えー、村松大輔って引っ張っていただければ出るかと思います。あと習慣術とか入れていただければですね、えー、出るかと思います。ぜひですね、皆さんがこの新しい考え方、量子力学側からの考え方、見方を見ていただければますます自分自身が。 いろんな思ったことが思った通りになってますよということだったり、時間も空間もこう凝縮できると。そうすると、人生を、人生100年の間をですね、このすごく濃く使ってあげると、200年分、300年分もにこう使いこなせるという形になっております。ぜひ皆さんがこの空間、自分自身の中の畳み込まれているエネルギーフィールドですね、そこを味方につけて、素晴らしい新生活を歩んでいっていただければと思います。では 今日も最高素敵な一日を過ごしましょうさよなら